にちは、大谷県不動産屋の広田です。今日はですね、またエコーズの木津さん、またの店またまたやってきたらなきゃいけないですね。エコーズの木津さんがですね、なんか入居者さんの、ね、意識調査みたいなので面白いデータを見つけたっていうことでですね、はい、その辺のことをですね、今日ちょっと話していただきたいと思います。あのデータなんですね、ちょっと私はけまして、今こう映ってるんでね、こうズズズズズズってこうデカくしてですね、皆さん見えますかね。はい、お願いします。ですね、ちょっと今日ご紹介したいのは、21C 住環境研究会というところがですね、3年に1回やってる調査ですということで、下の方にですね、これ出典書かせていただいてるんですけども、首都圏賃貸住宅市場における、入居者ニーズと意識調査ということで、これがですね、直近出てます。新しい3年ぶりの調査が出てます。で、この 21C 住環境研究会っていうのは何かというとですね、まあ、リクルートさん、スーモさんと、あとは首都圏の、有名な管理会社さん等々が作られている、まあ、そういった市場の調査をしていこうっていう、まあ、会なんですけども、そこがですね、3年に1回出している調査。これはですね、結構業界では注目されていてですね、はい、3年楽しみにしている人もまあ多いと思うんですけども、今回、その中、いろんな調査してます。その中でも、ちょっとすごく気になったところっていうのを一つ抜粋してきましたと。何かというと、ネットを使ってお部屋探しをしている、この傾向がどう変わっていってるのかっていうことを、まあ、はい、話したものなんですけども、ちょっと見にくいんですけど、私読みますね。質問。あなたが今回ご契約されたお部屋はどんな物件でしたか？というご質問です。これは賃貸借契約を結んだお引越しをされた方とかに聞いてるわけなんですけども、どんなお部屋にお引越しをしたかっていう話ですね。これ見てみると、来店前でネットで見た物件、これにそのまま契約したよという場合と、来店した不動産会社さんがご紹介してくれた別の物件で契約したよ。これ2番目ですね。で、3番目はそのどちらでもないっていう、この3つで選択をしていただいてるんですけれども、数字見てみましょう。来店前でネットで見た物件にそのまま契約したよっていう人が 53.7% ですということです。これちょっとね、どういうことか噛み砕いてお話しすると、ネットで見て気に入ったこれにそのまま住む、これがね、半数以上だっていうことを言ってるんですね。これは偉いこと で、さらに言うとですね、例えば2人暮らしとかになってくると、もはや 65.4% の方がネットで見て気に入った物件にそのまま住んだって言ってるんですね。だからこれですね、ネット上での絞り込みにもうで勝負がついちゃってるっていう、はい、恐ろしいですね。恐ろしいんですよね。恐ろしいです。例えば2人暮らしって何かっていうと、例えば 1LDK とか、まあ、2DK、2LDK まで入るかな、2人暮らし、どんな家族構成いろいろありますけどね、そういった間取り持ってる大家さんがもしいらっしゃったら、ネット上に自分の物件がどう載ってるか見ないと、もうこれいてもたちもいられない状態かなと思いますけども、3分の2はもうネット上で勝負がついちゃってるっていう、で特に、注目したいのはこの伸びなんですよね。3年前同じ調査をした時にネットで見た物件にそのまま住んだ人は 41% だったんですよ。でそれが今回調査したら 53% になってる。12ポイントドンとこう増えたんですね。はい、でこの3年間何が違うかって言ったらコロナあった、まあ今も続いてると思うんですけども、やっぱり外出しなかったり、ネットで情報を収集したりみたいなところが、まあ、より加速したというようなところがありまして、ここでの見え方というのがますます重要な世の中になったというような、そんな調査でした。はい、これはちょっと大家さんに聞くとですね、自分の物件数も載ってるか載ってないか知らないとかですね、一度も見たことないみたいな人とかもいます。で、そこをやっぱ確認しないことにはですね、やっぱりどんなにいろんなこと頑張っても、ちょっと無駄になったりすることもあります。本丸はやっぱりネットにどう載ってるかっていうことを、まあ、確認することだなというふうに、はい、思います。ありがとうございます。はい、すいません、なんかちょっと画面を大きくするためにかけてもらっちゃって申し訳ないですけど。本当に、薄々はそうなんか感じてはいましたけど、すごいですよね。こうデータで見ると本当に動きがよく見えるっていうかね。ますますね、木津さんからもあったように、大家さんって何をしなきゃいけないかとかね、見えてきましたよね。
そうですね。もうネットで今までみたいに不動産の仲介の営業マンが口でっていうと語弊がありますけど、いろいろ良さをこう紹介していただいて決めてもらうっていうスタイルも多々あったんですけどね、うんうん、どんどんそれが廃れてきて、うん、もうネットの広告に全部魅力を伝えないといけないっていう時代が来たっていうことですよね、うんうん、そうですね、まあ、だから当然この調査でいうと、その来店した不動産会社さんの、ご紹介してくれた別の物件で決めたっていう人も、はい、3割ぐらいねいるんですよ、なのでそこは大事なことに変わりなくて、うん、ね、はいはい、でこれいろんな調査、過去の調査見てもだいたい3割ぐらいなんですよ、ずっと。だからそこっていうのは変わらずいる、うん、だけれどもネットで見たっていうのを決める人がドラッと増えたという、変化がありましたよ。そうですね、ありましたよ。特に顕著なのが2人っていうのがキーワードですね。そうですね、本当ですね。 1NDK とか、はい、要はカップルで住むような部屋ですよね。はい、そうなんですよ、うん、だからこれはそうですね、なんでなんでしょうね、多分ね、私の想像ですけれども、2人暮らしをするっていうことは、うん、2人の意見をすり合わせないといけないじゃないですか。でもこう2人で何度も一緒に内見に行ったりとかって、難しいですね。難しかったんだと思うんですよね。なので多分 LINE とかでですね、この物件どうとかっていうのをこう2人でやりながら、あ、もうこれにしようっていうことで、そこでもう話がついちゃう。なるほどね。はい、っていうことが多かったんじゃないかなというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。はい。またぜひね、こういう面白いネタがあったら、ぜひ持ち込んでいただければ。また持ってきます。よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。